この村の昔話についてお聞きしたいのですが。立派な聖堂ですね。このダイウス村を日本には珍しいキリシタン村として売り出すのです。私この村のことよくわからなくて。ということで、村の人が飛び降りたり、ねじ切れたりしたんです。まあ、死んでますからね。そうそう簡単に奇跡などは起きないはず。起きないはず。